皆さん、こんにちは。ガード仏の国でーす。今日は久々にチョコと再会でーす、相変わらず君は可愛いね、チョコちゃん。会いたかったね、チョコちゃん。ボケた顔して食ってるね。またしばらく一緒にいれるかね、ちょっとね。やったよ。登ってきちゃった。なんか、リードがなんか命綱みたいになって食べた食べた、このリード外しちゃうとね、もうえらいことになっちゃうんでね。変にあまり対応しないんですけどね。もういたずら好きなんでね。なんかかじったりとか、なんか倒したりとか、そういうことはしますね。ね。よしよし。かじりが。磨きが変わってきたね、君ね。かじりが出てきて。すんごい感じ。かじるかじる。痛い。すごい。
でもね、見てください、この。こんなボロボロになっちゃってる。わわわわわわわ。かじってな。な。ボロボロにしちゃうんだよな。いや、かじって。もうちょっとね、かじってちぎれないようなの。してあげないとダメだね。前の歯鋭いもんね。ここね。噛まれるとさ、改めてお前の歯の鋭さがわかるよ。ちょっと。携帯振り落とされました。やんちゃですな、相変わらずな。変わらず、多分これずっとかじってたらこのリード切っちゃいますね、この子ね。チョコがね、いつでもこの状態をチェックしたりできるように見守りカメラ買ってきました、ドンキで。ちょっとね、明日でも設置して、いつでもチョコ見られるようにね、見えちゃうか。おー、すごい。かじって。ちょっとで切れちゃうな、ほんとな。ちょっとね、この絡まっちゃうのが怖いですね。大丈夫かな。かまれました。そんな痛くないけど、ちょっと後になりましたね。痛いけどね。なんか一緒に遊んでんだか。一応遊んでんだよね。今日はね、チョコちゃんとの久しぶりの再会を動画でアップしてみました。相変わらず元気でね、食欲も旺盛で、このかじり癖もね
全く変わってないです。何日ぶり、5日ぶりぐらいに会ったら、わー、痛い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 。チャンネル登録よろしくお願いします、タオルにしがみついてる、ああ見てください、血が出てきました、最後に噛まれちゃった。では皆さん、またね、さよなら。